はい、おはようございます。サラダ農園です。今日は1月15日、水曜日です。今日はですね、雪が朝降っております。ちょっとカメラで映るかどうかわかんないですが、寒いですね。道路も凍結してるんで、ちょっと軽トラも4駆でスタッドレスでないとですね、ちょっと身動きが取れない感じで、まあ、滑って事故をしてしまうとですね、莫大な、修理費用と手間がかかりますので、皆さんですね、凍結して、路面走行される場合はですね、スタッドレスと必ず4駆に入れて、走行しましょう。はい、ということでですね、今日は事業用ごみですね、事業用ごみの、回収日となっておりますので、こちら東広島の、燃やせる事業用ごみのピンクの袋にですね、マルチと灌水チューブ等をですね、入れてですね、今からですね、ちょっとごみの収集場所まで持っていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、動画で映るかどうかちょっとわかんないんですが、雪がちらついてます。朝寒いですね。今日は、今日の朝の気温はよいしょ、マイナス2度ですね。あまり寒くなるとですね、雪も降りませんので、マイナス1度からマイナス2度ぐらいですね、雪がよく降りますね。はい、昨日までの最高気温が14度ですね。昨日は少し雨降ってたんで暖かかったと思います。ということで今日はちょっとリセットをまたして、明日以降ですね、紹介の方をしていきたいと思います。いやー、まだですね、こちら育苗ハウスから出したパレットを片付けてないんですが、ちょっとこちらもですね、軽トラに積んで、倉庫、車庫がある付近へ持って行ってですね、フォークリフトでちょっと下ろしていきたいと思います。まだこちらちょっと汚いですけど、育苗ハウスから出した整理しないといけないものがずらっと並んでおりますので、こちらもちょっと整理していきたいと思います。で、育苗ハウスの中なんですが、昨日ちょっと遅くてですね、綺麗に撮れなかったんですが、もう上のですね、直管パイプは、つけております。あとですね、筋貝を、つければ終わりのような状況になっておりますので、こちらですね、筋貝の方を、つけていきたいと思います。はい、そんな感じで順調に作業は進んでおります。でですね、一番端ですね、こちらの、育苗ベッドはですね、一番端の方は、豪雨が降ったら降り込むので、破種したバイドが、汚くなってですね、ダメになってしまうという紹介をしたんですが、一番端はですね、もうポット上げしたですね、大きな苗を置くようにしておけば大丈夫かなとちょっと今考えておりますんで、こちら一番端の方はですね、ポットにあげたものをですね、ちょっと載せるようにしていきたいと思います。で、手前側はですね、育苗箱に、発種したですね、苗を置いていこうかなと思っております。はい、こちら育苗ハウスの様子はこんな状況です。また今日もですね、ちょっとずつ作業して、高速カッターはまだ収めないといけませんね。はい、筋貝を入れてですね、丈夫にして、まあ、あとどれぐらいの強度があるっていうのを、まあ、ちょっとお伝えしたいと思うんですけど、結構揺すってもですね、かなり頑丈で、重たいものでも大丈夫そうです。まあ、昨日コメントでですね、重たいものを乗せても大丈夫そうですかというコメントがあったんですが、全然問題なくですね、乗せそうです。はい、ということでこちら育苗ハウスの様子でした。はい、今昼休憩になりました。昼休憩はですね、ちょっとこの育苗ハウスの中でジャンパーを着ていると暑いので、ジャンパーを脱ぎます。昨日ですね、こちら上にですね、直管パイプを、乗せてですね、
で、フックバンドで止めていきました。で今フックバンドで止まっていてですね、まあ揺すってもそんなには揺れないんですが、まあ念のためにですね、まあ地震とか起きて倒れるような感じでもないんですけど、まあグラグラしないようにですね、重たく苗が乗ってしまうと重たくなってしまうんで、重たいとですね、こちら倒れたり、まあ、苗がダメになってはいけないので、今からですね、筋交い、斜めにですね、パイプを入れることによって、筋交いを入れることによって、グラグラするですね、このグラグラする力を、固定してやろうという筋交いを入れていきたいと思いますので、ちょっとそちらの作業をしていきたいと思います。あとですね、こちら、アスパラで使っていたパイプを使用してですね、ずっと連結してますので、連結したところをですね、テックス、鉄板ビスですね、インパクトで止めてですね、もう抜け防止のためにですね、テックスを打っていこうと思いますので、そちらの作業も、やっていきたいと思います。それではやっていきます。はい、筋交いをちょっとどうやって入れてるかっていう紹介なんですけど、筋交いはですね、こちらのアングルバンドですね、中身はですね、このような金具がありまして、こちらを外側で内側にですね、この斜めの筋交いを入れていくので、内側を留めるのにもう一つのアングルバンドですね。でここがたくさん穴が開いてますんで、穴に合わせてですね、この穴に合わせて合うところでですね、ネジを締めていくという感じになってますね。なんで穴が合うところでネジを通してですね、で後ろが長ネジになっております。で反対側2箇所ですね、2箇所をボルトをナットで留めるようになっておりますので、2箇所ですね、簡単に締めて、で位置を決めたらですね、今度は、インパクトで締めていきます。はい、これでしっかりですね、がっちり固定になりました。で、この斜めの筋交いの先ですね、先が、こちらになるんですが、こちらの下側ですね、下側も、アングルバンドで留めていきます。また2つ用意してですね、ボルトナットを2本ずつですね用意します。こんな感じで、で、穴の位置が合うところで通してですね、長ネジを止めていきます。で反対側も長ネジで止めてですね、このような感じでインパクトで、はい、長ネジで止めたら完成ですね。完成形はこのような感じで、ネジ2箇所で止めてですね、縦のこの
パイプと横のその斜めのパイプですね、S 字回をつけるときはこのような感じで固定していきます。で、右と左ですね、全体が、この斜めの棒で、固定されていますので、パイプ前後ですね、ちょっと待ってくださいね、このパイプが斜めに向こうに押されてますんで、これが前後に取られることはありませんということで、全体ががっちりしていきます。そんな感じで、他のもつけていきたいと思います。いやー、日差しが眩しい。よいしょ。こんな感じで体重65キロの私が乗ってもほとんどびくともしません。バッチリですね、これで今回の副病ベッドの製作は全て終了いたしました。今からですね、苗をバンバン作っていくだけですね。あとはまあもう乗せた感じで、行き過ぎないようにちょうど真ん中付近でですね置けるように、設置すれば別に問題ないと思います。でもうほとんど揺れもありませんのでバッチリかと思います。筋から揺れたところなんてもう全然動きません。はい、そんな感じで今日の昼の作業はですね、筋貝を入れて、最後の作業が終わりました。はい、ということで今日の昼の作業は以上です。お疲れ様でした。